その世、世界。特務隊に通達。現時刻をもって横浜防衛作戦を発動する。市街の鬼を排除し、防衛線を押し上げろ。人の世は滅びの淵にある。救えるのはお前たちもののふだけだ。無駄死には許さん。一匹でも多く鬼を撃て。本部より特務隊千里眼による索敵を開始。街路に多数のガキを確認、殲滅し進路を確保せよ。鬼の死骸は正気の苗床になる。捨ておくな。鬼払いで片付けろ。ガキの殲滅を確認。いいぞ、そのまま港まで制圧せよ。化け物。あんたら一体あの化け物は。誰でもいい。助けてくれ。戸様の兵士か。今は助けられない。相手にするな。進行方向に新手の出現を認む。ガキとは違って手強い。警戒せよ。玉振りの使用を推奨。御霊の力を借りて鬼を撃て。部位破壊しなければ致命傷は与えられない。一点に集中攻撃して部位破壊せよ。強大な鬼が出現した。対象を神羅号と呼称する。総力を挙げてこれを排除しろ。聞いたな。象の鼻に急行せよ。神羅号と交戦を開始。全隊員援護せよ。間もなく味方が到着する。それまで持ちこたえよ。大型の鬼は生命力を内に隠している。部位破壊して敵の本体を引きずり出せ。鬼ちぎりの使用を推奨。一気に敵部位を破壊し攻勢をかける。神羅号はどうした。この場から下せんな。警戒を起こ。いずれにしここを拠点に置い。念和艦はレーザー間もなくよ。よし、全員
準備はいいな。救える北の地はすでたとえ。なんだ。なんだこいつ。おい博士、妙な奴が倒れてるぜ。ん、帰るぞ。そいつはお前がおぶってやれ。俺かよ。たく、面倒ごとばっか押し付けやがって。失礼、本日はどちらから？横、随分と。ここはまほろばの里よ。長い長い旅をしてこられたとお見受けし、見ての通り私はクオン。どうぞお見知りを。よう、目覚めたか。体のあいにくこれでも立派なに。森に倒れてたのを俺様が。お前、俺は時継ぐだ。博士がお前に用がある。丘の上のへんてこな建物に住んでるやつだ。取って壊れねえように。誰だ、私の研究。お前は時継ぐに聞いてきたか。動き回れるよ。私は博士。知らんなだな。お前は里の近くの横浜な。詳しく話してみろ。うん、横浜で鬼と戦っていたはず。不可思議なはず。他に覚えていることは。
記憶も。ここはマホロバの直線距離で100。それ以前に横浜は10年前に放棄された。10年前の大曲どきの戦で、もしお前そいつの身よう、どうした。どこぞのバカと。なんだよ。いや、興味深い話。どういう。鬼の襲撃を知らせる。心配するな、結界がある。ま、そうか、鬼と戦う。悪いが、お前の装備代わりに新しい。私が開発。おい、さっき完成し、まだ実験段。おいおい、あまり動く。本当にた、これでいい。よし、使い方は実地と言っても。お前、あはふざけんな。言っておくが無理。そんなもん。いいから黙って行くぞ。危ないから来るの。私たちも物。鬼を撃つ。鬼撃つ鬼になるぜ。二人とも用意はいいな。音楽の実証実験を始める。左手に意識を集中しろ。人の思念にこうして想像を具現化する。それがからくり。鬼の手の力だ。巨大な手を頭に思い浮かべろ。それを現実の世界に実体化させるんだ。無茶言うな。ほう、いいぞ。あっさり具現化の壁を越えたな。その手を使って鬼を倒せ。手始めにガキを平らげるぞ。信じられねえ、どうなってんだ。ありだぜ。いい動きだ。横浜で戦っていたというのは本当らしい。俺に言わせりゃまだまだひよっこだがな。よし、ガキは片付けた。次、親玉が来るぞ。めんどくせえのが来たな。博士、紅月か。すまんな、紅月。鬼の手の力は証明す。鬼、その目で一気に勝負を決めるぞ。ヒダルは腹が弱点だ。攻撃を集中して部位を破壊しろ。破壊した部位は摩擦非状態になる。そこを狙えば本体に直接打撃を与えられる。いい動きです。あなたは一体。今だ、全力で叩き込め。鬼の手ですか。一体どうやって。いけない、今の戦いに集中しなくて。全部破壊完了だ。実験終了。二人ともご苦労。実験成功だ。悪鬼黄泉は俺が撃つ。素晴らしい成果だ。どうだ二人とも、
びっくり人間に出原理はお前の体と、もっともよくは分かりませんが、そういう、それよりどういうわけだ。御霊の記憶もないのか。鬼に食われた英雄の魂、後でお前の体を調べさせ、心配するな。ようやく博士、実験のガキが数匹。承知しています。こちらのお方は外。私の助手だ。そうでしたか。では紅月さん、ありがとう。周囲を調べろ。私も博士。ああ、最後にあなたの名を覚えて。私は紅月。ではさすが紅月。うる、鬼は撃った。何をして、早く来い。軍師供養。血濡れの鬼か。今じゃ生き残りを探すのってなんだ。ジロジロ、この体。カラクリと言ってな、体の中に人の魂。そういうことでよ。しかし横浜、そうか、軍師供養に。状況からして10年前、世界中に我々は、お、その際に、つまりお前は10年の時間を飛び越え、仮にそれが本当だとして、鬼門に飲み込まれた者は時の迷子となって、そういう話を。お前が飲み込まれた空の穴は、鬼には時間の垣根がなく、過去奴らが移動の際に開く鬼門はあれわずかだがな。ここでは方向者と呼ばれているらしい。話が似たような話は以前から、かつて大陸の方で夕げを焚く火を残したまま、どこを探しても兵士は見つく。それから10年後調べると、彼解放され目覚めたか、自分の夕げはどこだと。そりゃ浦島太郎も遥か昔からその何かと秘密、そのから、なんだ、どうなってる。これは私を見ろ。お前はここにいる。他のどこにも。私がそれを知っている。私がここにいるように。どうなってんだ。おい博士。私にも。だがこいつは本来この世界にとっては異物。なんだそりゃ。かもな。それは時間を超えたかといって、元の時お前が所属していた隊も横浜で戦った、それでも過去との接点を。だがか、ここで私、お前はいつどこに、あるいはそれをと取引だ。その代わりお前が何者かは問わ、私の助手をしながら。いい返事。やめとけ。じゃあこいつが誰も決まりだな。助手1号は誰が1号だ。こいつは人を、さっき目覚め、明日から忙し、ようこそ。記憶をな、哀れな。ならせめて願わくば、私は源の鬼打つ者のふと。おい、邪魔するぞ。無事みてえだな。さす、お前の体をか、まずは里の呪いを解くには。意味不明だな。普通はおかしい。代わりに神がつっても、まだガキだ。この絵舞台とちょうどこれから謁見式だ。人混みはすか、私は鬼のあとああ、それと岩屋、これから物の譜になるんだ。特に御霊の扱い方は。じゃあ、相変わらず。ま、そういうわけだ。